ちょっと彩香さん、この招待状はどういうことよ。どうして私の言った通りの式場じゃないのよ。すみません、皆さん、おすすめされた式場は規模が大きすぎるんです。最低でも200人は呼ばないとダメみたいで。それぐらい簡単に集まるわよ。お友達や職場の人、両家のご親族を呼んだらあっという間。それにうちは私と夫の祖父母も健在だからね。いとことかも多いし、親族だけで100人は呼べるわ。そんな呼ぶつもりなんですか？逆にこれぐらいも呼べない方がおかしいのよ。ってごめんなさい、彩香さんのご家庭じゃ無理な話だったわよね。母子家庭で父親側の親族がいないんだし。そうですね、母方の祖父母ももうすでに亡くなっていますから。それに親族付き合いもあまりないんです。つまり自分が恥をかきたくないから勝手に式場を変えたのね。姑の私がせっかく素敵な結婚式場を見つけてあげたっていうのに。恥とかそういう理由じゃありません。そもそも私たちは近しい人だけの小さな結婚式をやりたいんです。私も彼もあまり大勢の前に立つのは得意じゃありませんから。結婚式は目立ってなんぼ。大勢の人にお祝いされてこそ結婚式なのよ。それなのに小さい地味な結婚式をあげるなんて、そんなの息子のソータがかわいそうじゃない。え？結婚式は人生に一度しかないのよ。立派になったソータをたくさんの人に見てもらえる素敵な日なの。なのに母子家庭の女なんかと結婚するから、そのせいで一生に一度のチャンスが地味になってかわいそうだわ。でもソータさんも小さい結婚式の方がいいって言っていて。それはあなたに合わせて言っているだけよ。内心は男らしく堂々と大きい結婚式をやりたいはずだわ。はあ、まともな両親のいる娘に今から乗り換えないかしら。やっぱりソータにはこんな嫁なんて必要ないのよ。え？母子家庭の片親育ちなんて、こんな育ちの尖った女にこれからも合わせなきゃいけないなんて、本当に息子がかわいそうだわ。みなさん、またそうやって母子家庭をバカにしないでください。今の話に私の生まれや育ちは関係ないはずですよ。お黙り。貧乏母子家庭の娘が私に意見してんじゃないわよ。やっぱり教育もしつけもなっていないのね。自分の立場っていうものがわからないのかしら。立場って何ですか？私はただ愛する人と結婚したいだけです。皆さんがたまたま愛する人の母親だったというだけです。そこに上下関係はありません。はあ？それに我が家を貧乏家庭と決めつけるのはやめてください。皆さんが私のことを気に入らないのは知っています。でも今の私は私の母を侮辱した発言でもあります。私は何を言われてもいいですが、母のことだけは許せません。決めつけも何も事実でしょ。片親家庭なんてどこも貧しいに決まっているんだから。何ですって？母親ってものは子供にたくさんの愛情を注ぐのが仕事なの。生活費のことは外で働く夫に全部任せておけばいい。なのに母子家庭のせいであなたの母親は家に入れないし、それに外で働いても女が男よりも稼げるはずがないわ。家計も子供への愛情も中途半端な貧乏家庭じゃない。私の母は家計も愛情もどっちも完璧にこなしていました。生活の中で苦しい思いをしたことはありません。母からの愛情が足りなかったこともありません。私はいつも満たされていて贅沢な毎日を過ごしていましたよ。強がってんじゃないわよ、母子家庭の分際で。生意気で口うるさくてこんな子嫁になるなんて最悪よ。もういっそ婚約破棄にならないかしら。実は私、息子にぴったりの女性を最近見つけたのよね。バカなこと言わないでください。どれだけ皆さんに嫌われても私はソータさんと結婚しますから。そのうち息子だって冷静になるはずよ。あなたが偉そうにしていられるのも今だけなんだから。ねえソーちゃん、今度ママと外食なんてどうかしら。最近親子水入らずの時期も過ごしていなかったし。え、みなさん？みなさんなんて他人行儀の呼び方どうしたのよ。いくら結婚して新しい家庭を持つからって寂しいじゃない。結婚しても私はずっとあなたの母親よ。なんだったら小さい頃みたいにママって呼んでもいいんだから。え、なんてね。
人よりもお食事は来月初めの日曜日でいいかしら。ちょっとあなたに会ってもらいたい女性がいるのよね。何言ってるんだよ。その日は俺たちの結婚式じゃないか。そんなの延期したらいいだけじゃない。は？先方はその日じゃないとダメって言ってるのよ。今から延期はいろいろと難しいけど、結婚式なんて当日ドタキャンで大丈夫よ。ちょっとマリッジブルーになったとか言っておけばいいの。そんな嘘をついてまで会わなきゃいけない人なのか。ママが一生懸命探したあなたにぴったりの女性よ。とある会社のご令嬢でね、高学歴だし性格もとっても素敵な女性なの。そうちゃんにはそういう女性の方がお似合いよ。それはつまり彩香から彼女に乗り換えろってこと？結婚式が1ヶ月後に迫っているのになんてことを言い出すんだよ。むしろ彩香さんとの結婚が迫っているからこそ会うのよ。ご紹介するご令嬢は母子家庭女の数百倍もいい女。そんな子に会って彩香さんがいいって言うなら真実ないね。もうママあなたたちの結婚について何も言わないわ。本当に？私は親として息子を心配しているだけなの。あなたには絶対に失敗のない結婚をしてほしいの。だからママの一生に一度のお願いよ。たった一度会うだけでいいわ。もし彩香さんを選んでも結婚式の延期費用は全部私が払うから。そういうことなら分かったよ。一度会うだけでいいんだね。さすがそうちゃん、ママのわがままを聞いてくれるなんて愛しているわ。それじゃ早速先方に連絡を入れておくわ。ごめんなさい彩香さん、私今日の結婚式には行けないわ。とっても大事な急用が入ってしまったの。息子夫婦の結婚式よりも大事な用事ですか？今日は私たちの結婚式なのに。ええ、とーっても大事な用事なの。それに結婚式なんてそもそもできないだろうし、新郎不在の結婚式なんて聞いたことないわよね。そんな結婚式なら欠席しても何も問題はないはずよ。え？実は私だけじゃなくて息子も今日の結婚式には行かないの。どうやらマリッジブルーになったみたいでね。やっぱり母子家庭女との結婚は不安よね。だから今日の結婚式は中止にしたいって言っているわ。そんなことをソータさんが言うわけないじゃないですか。信じられないなら式場を見てみなさいよ。今日の主役である息子はどこにもいないはずよ。もしかしたらどこかで素敵なお嬢さんとお茶でもしているのかも。はい？なんてね。それじゃそういうわけだから私たちは欠席で、今日の結婚式になんて絶対に行ってあげないんだから。主役の息子も行かないわ。母さんは呼んでないぞ。え？だから遠慮なく急用とやらに向かってくれ。元から母さんの席なんかないし、こちらは特に問題ないから。あれ母さんって？え？あ、でも別に急ぐ必要はないと思うよ。俺の方から先方にはもう事情を伝えてあるし、多分待ち合わせ場所に向かっても誰もいないと思うから。それじゃ一人でお茶会でもしていてくれ。ちょっと待ちなさいよ。え、一体これどういうこと？なんでそうちゃんが彩香さんの LINE にまさか今日の結婚式場にいるっていうの？今日は私とお見合いに行く約束じゃない。そうたさんはそんな約束していませんよ。あれは勝手に私がそうたさんのふりをして約束しただけです。え、やっぱり気づいていないんですね。実はこの間皆さんが私に誤爆していたんですよ。ソータさんに送るべき内容を私に送っていたんです。結婚式当日はドタキャンしてご令嬢に会ってくれって内容なんですって。さすがの私もびっくりしましたよ。まさかこんなことをする姑がこの世にいるんだなって。私が偉そうにしていられるのも今だけって言ってましたけど、こんな作戦を立てていたんですね。そんな私としたことがなんて初歩的なミスを。最初はすぐに誤爆を指摘しようと思いました。でもどうせお見合い作戦がバレても次の作戦を用意しますよね。だからいっそのことそれに乗っかるふりをしたんです。こんなことをする姑なんて結婚式に来てほしくない。むしろ姑を結婚式場から遠ざけるいいチャンスだと思ったんです。はあ？その後すぐに颯太さんに全て報告しました。私の作戦を伝えたらすごく喜んでくれましたよ。母さんがいない方が俺も安心して結婚式はできるよ。
って息子にまで結婚式にいない方がいいと思われるなんて、なんて素敵な母親なんでしょうか。ふざけんじゃないわよ。あんた私のことをバカにしたわね。私を出し抜いたからって調子に乗ってんじゃないわよ。調子なんて乗っていませんよ。この作戦がバレないように冷静に今日まで頑張ってきました。こっそりとお父さんにもご協力をお願いして、皆さんの言っていたご令嬢も見つけて事情を説明して、調子なんて乗っている暇なんてなかったんですよ。嘘でしょ。夫にも全部話しているの。それに向こうのお嬢様にも、私が必死に、本当に必死に見つけた素敵な女性なのに。はい、素敵な方でした。そんな姑がいるなんてあなたも大変ね。ってなぜかハイブランドの靴を買ってもらいました。いい靴を履いているといい方向に導かれるものよ。ってというわけですので、ご遠慮なく休養をこなしてきてください。私たちの結婚式には来なくていいですし、今日限りで絶縁ですから。絶縁ですって？私とソータさんの二人で決めました。もう皆さんとは関わりたくはありません。ソータさんは隣で、こんな母親発見しかしないと言っています。どうしてそんなことを言うのよ。そうちゃん、私はあなたの幸せを思ってしただけなのに。息子の幸せを願うなら私たちの結婚を認めましょうよ。私はソータさんにプロポーズしてもらいました。僕と結婚してくださいとお願いされたんです。息子さんが選んだ人なのに、息子さんが自分で決めた幸せを反対するなんておかしいです。うるさい。私だってあなたがまともな育ちだったら反対していないわ。あんたが母子家庭だから、両親からの愛も知らないし、付けだってなってない。そんな母子家庭出身だから反対するしかなかったのよ。それを言ったら俺もだよ母さん。俺だって両親からの愛なんて知らないぞ。え？俺は母さんからの愛なんてほとんど知らない。母子家庭の彩香よりも俺の方が悲惨だよ。何を言い出すのよ。そうちゃん、あなたは私たちからの愛をたっぷりもらっているじゃない。何不自由なく育ててきた。私はずっとあなたのそばにいたじゃない。それ本気で言ってるの？俺のことなんて家に放置して遊び回っていたくせに。え？母さん俺のことなんてほとんどシッターに丸投げだったじゃないか。まだ小さかった俺が泣くといつも、うるさい黙れって怒り出して、いつもシッターに預けてずっと遊び回っていたよな。父さんは仕事が忙しくてほとんど家に帰ってこないし、バレないのをいいことに俺を放置していただろうが。それは母さんが俺の世話をし始めたのは俺が小学校に入った頃だよな。大きくなって手がかからなくなってきたから楽なんだろ。それから急に母親らしいことをするようになったよな。よく覚えているわね。小さい頃のことなんて覚えていないと思ったのに。小さい頃の寂しかった記憶はずっと覚えているよ。俺は彩香みたいに母親の手作り弁当も知らない。保育園に行きたくないってわがままを言っても、じゃあ今日はずる休みしよっかってそばにいてくれた記憶もない。そんな俺だけど、彩香は結婚してくれるんだ。両親からの愛情を知らない俺よ。そんな彩香との結婚をお前ごときが口出しするな。お前ってそんな母親に向かってなんてことを言うのよ。何が母親だよ。息子の結婚をろくにお祝いもできないくせに。いいか、俺はお前の前に現れないからな。一生縁を切ってやる。孫は生まれても介護は必要になってもお前には二度と会わないからな。どうしよう彩香さん、結婚式から帰ってきたお父さんに離婚言い渡されてしまったの。それでそのまま家を追い出されて、一晩経っても家に入れてくれないのよ。そりゃ離婚した人を家に入れるわけないじゃないですか。お父さんから見て皆さんも他人なんですから。そんな、この年で離婚になるなんて、家も失うなんて信じられないわ。ねえ彩香さん、私今からそっちに行っていいかしら？はい。だってもう耐えるところがないんだもの。おとなしくするし、新婚生活の邪魔はしないから。だから私と同居してくれない？私たちとの絶縁を忘れたんですか？同居なんてするわけないじゃないですか。じゃあ絶縁をやめたらいいだけでしょ。確かに私には悪いところがあったわ。初めての育児が不安でずっと逃げてきたの。でも母親としてずっとソータのことを愛しているの。そんな息子と絶縁だなんて心が張り裂けそうだわ。皆さん、母子家庭だからこそ彩香さんは分かってくれるよね。特に母親と子供のつながりは特別よ。何があっても母親と子供は家族としてそばにいるべきなの。そうですね、母子家庭だからこそわかります。家族は支え合うものです。彩香さん、
だからこそ支えたくないと思われたらもう終わりです。その瞬間も母親だろうが子供だろうが家族じゃないんです。だからもう諦めてください。あなたと颯太さんの関係は二度と修復できません。え？うちではたった二人の母子家庭でした。だからこそ私は母親を、母は私をお互いに支え合ってきたんです。それが家族です。仮にもし父親がいても変わることはありません。みんなでみんなを支え合う、自分だけ都合よく支えてもらおうなんて、そんな甘ったれた人は家族じゃありません。そんな待ってよ彩香さん、それって私を見捨てるってことだよね。そんなの冷たいじゃない。すみません、私は両親の愛情も知らない片親育ちですから、もしかしたら人より冷たいかもしれません。でも私は颯太さんと違って母親と縁は切っていないから、両親が揃っている家庭で育った彼よりは温かい人間のはずですよね。それではこれで失礼します。それっきり皆さんから私に連絡が来ることはありませんでした。どうやらその後すぐに旦那さんと離婚することになったそうです。そして颯太さんには一度だけ、こんな私が母親でごめんなさい、でもいつかあなたにまたママと呼んでもらえる日を待っているわ、と連絡があったようですが、返信もせずにスルーしているそうです。噂では皆さんは離婚後ご実家へ戻ったようですが、地元には息子夫婦や孫と楽しく暮らす同級生しかおらず、一人虚しい思いをしながらご実家に引きこもっているようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。